インフレーション問題は、すでに世界経済の注目を集めており、エコノミスト氏はこのほど、来年の世界経済成長とインフレの10の不確定要素を分析しました。台湾メディアグループの財審伝売の謝金が代表取締役は、中国は来年の世界経済における最大のリスクであると指摘しました。 エコノミスト市は27日、2022年の世界成長とインフレに関する10の不確定要素を発表しました。1、米中関係の悪化によって世界経済は完全にデカップリングする。2、予想外の急速なデフレーションはアメリカ株式市場を崩壊に導く。3、中国の不動産崩壊による経済発展の急激な減速。4、アメリカ及び世界金融の収束が、 新興市場の回復を妨げる5新型コロナウイルスの新たな変異株が出現しワクチンに耐性があることが証明された6広範な社会不安が世界経済の回復に影響を及ぼす7中国と台湾の衝突が勃発しアメリカがやむを得ず介入8ヨーロッパと中国の関係が著しく悪化9深刻な干ばつによる飢饉 と、国家間ののサイイバー戦により主要経済体のインフラが麻痺。これに対して、借金貸しは30日に Facebook で、これらの不確定要素の最も革新的な争点は、中国であると述べました。なぜなら、中国経済は過去30年で急速に成長し、世界経済の成長を牽引する、最大の動力になりました。 中国は世界の工場になり、安価な労働力で作られた工業製品で世界的なインフレーションの圧力を緩和しました。しかし現在、この世界経済の成長を牽引してきたエンジンが無力化し、未来の世界にとってかつてない不確定要素となっていると同志が指摘しました。同志は、 2022年は大きく変わる1年になる可能性が高く、中でも中国は世界最大の不確定要素であると考えています。その現れとして、まず米中の対立の影響が全世界まで拡大し、世界各国が次々と陣営を選びます。ヨーロッパ各国はここ数ヶ月、台湾に対して、かつてなかった友好的な態度を示していることが、最も明らかな変化であるといいます。一方 北京当局の一連の監督管理政策が中国にもたらした衝撃は非常に大きい。不動産バブルが一旦崩壊すれば、その影響は計り知れない。米中の対立による経済的なデカップリングは、世界的なインフレにさらに圧力をかけることになる。グローバル時代が終わり、安価な生産基地が見つからなくなり、 過去30年の世界経済に質的変化と量的変化が現れると同志が分析しました。謝金貸しは最後に、世界経済、貿易、政治のいずれも表面化の動きが激しく、油断すると、偶発的な軍事衝突がいつ発生しておかしくない。習近平氏はおそらく世界の尖った神経に触れる、最も重要な人物であると強調しました。